柳瀬森林鉄道は、かつて、高知県にあった森林鉄道である。日本三大美林の一つと言われる柳瀬杉を運搬することを主目的として開業したが、陸上交通網が整備されつつあったことに加えて、魚柳瀬ダムの完成により、軌道が水没したことから廃止となった。一部路線では、一般客も乗車可能だった。廃止後は、 高知東部交通がバスを運行している。柳瀬地区は、平家の門脇中納言、平野の,のりつの受落により、集落が始まったとされる。竹焼を並べて、水をせき止めて魚を捕まえる仕掛けを、漁と呼ぶが、のりつはそうして、川を取り暮らしていたことから後にこの地区が、柳瀬と名付けられたようである。半世時代になってこの山々の森林資源が、着目され、 下流地域から人々が上がってくるようになり、那覇川の水流を利用し、柳瀬財は川口へと集められていった。林道解説も早く、1895年、魚柳瀬和田山から宝蔵山に至る 12.4km の牛馬道を開設。その後和田山太陽、柳瀬、谷山口東川、魚柳瀬土地谷と延長された。 安田川方面も1900年、日浦東川、明神口日浦と林道が開設されたが、これは、雲材よりも、物資輸送が主な目的であり、雲材は河川を利用していた。しかし、山腹に設けられた牛馬道や、車道、さらに流木では間に合わなくなり、1907年に、安田川山線に、最初の軌道が開設され、 その後1910年から電や馬時間2 3 4トルの鉄道を建設1911年に完成した。当初は自然の重力を利用した乗り下げで運んが行われており、山へ帰る時は犬、または牛にトロリーを引かせていた。1915年には、日崎水道が貫通し、魚屋なぜまで開通。さらに1919 19年には、 一線まで開通し、電野一線間 41.6km が完成した。しかし釈迦が生、日崎水道管には地形上、逆勾配が存在し、また那リ川流域の運在には適さないため、那リ川線の計画が立てられた。これは1928年から調査が始まり、1929年11月24日、寄港。 1942年3月には支線を含めた那針川線が完成した。ここに総延長2 5 0トルに及ぶ国内屈指、そして高知県内最大の森林鉄道号が完成したのである。なお、柳瀬森林鉄道とは安田川線、那針川線の両幹線に加え、各支線を含めた総称である。安田川線は1910年に着工し、 1919年に、田野著牧場石戦艦 41.6km が完成。期間 762mm、9から 10kg 前メートルレールを使用し、最急勾配は逆31.3パーミル、順13.3パーミル、最小曲線半径21.8 m であった。一方、那張川線は1929年着工。 1942年に、那覇張町牧場社科外釜 41.9km が完成した。10kg マイメートルレールを使用し、最急勾配は順16.5パーミル、最小曲線半径 30m であった。馬地地区馬地橋付近の廃線跡、ゴミ水道田の町に残る高架橋。この先で那覇川を渡っていた。那覇町に残る古戦橋。 寺らの参道となっている。馬寺村、安田町の境界近くに残る平瀬水道安田町に残る大迎え水道2009年6月30日に林業技術史上重要な遺産であるトンネルや橋などの施設が、休業、柳瀬森林鉄道施設として重要文化財に指定された。森林鉄道の十分指定は初めてである。 柳瀬地区丸山公園で保存運転中の野村式機関車。ありがとうございます。